グッドモーニング YouTube. 今日は女子医大畑先生の軽カテーテル的な消防弁逆流の治療、マイトラクリップのお話。じゃあ、お願いします。よろしくお願いします。東京女子医科大学の畑です。今回は TMVR のまだ解決されていないドミナントの問題についての論文がありましたので、報告させていただきます。 えまず、機能性 MR の予後についてなんですけど、うん、まあ、虚血、非虚血問わず、シビアな MR、点、予後が悪く、まあ、全体の24%がー機能性重症 MR で、重症 MR があると死亡、心不全の独立した予後予測因子であることが知られています。しかし、まあ、古い2009年の報告なんですけど、ガイドライン上手積を乗る MR に対する手術の割合というのは、一致性 MR ではまあ半数程度。 行われているんですが、まあ、2世マーラでは8割の患者で手術は行われていなくて、まあ、なぜ手術は行われていなかったのかということの理由についてなんですけど、まあ、手術リスクが高いということが理由で、まあ、20%の症例が手術を検討されていないと症例で、えー、そのため、より低侵襲な医学、まあ、的ハイリスクに対する、まあ、TMVR としてマイトラクリップというものが考案されました。 ここで少し話は変わりますけど、ーまあ0 0 m r に対する TMR の位置付けについてなんですけど、アメリカは、まあ、2020年にいいガイドラインが改定されて、マークアプトで、えー、インクルージョンされた、まあ、MR シビアで EF が20から50%、LVSD が70ミリ以下、肺大脈収縮気圧が50ミリ以下の症例がクラス 2A で推奨。ヨーロッパ ESC ではあー MR シビア EF15%、e サージグリスクはまあ中等度以上の方は 2B。日本においては MR シビアで NIHA が2以上。EF は30%を,を超えている症例というのが 2B で推奨され、まあ、その他としては MR はモデル度ド以上で NIHA が2以上の症例については、弁脈省のチームによる検討ということが、まあ、あ位置づけされているんですけど、ただ、この MR シビアの定義についてなんですけど、各ガイドラインで少し異なっていて、 MR のグレードっていうのは、まあ、エコーで定,性指標定量指標を用いてグレード1から4まで、えー、分類されているんですが日本とアメリカについてはあー MR グレード4をシビアあに位置づけているのに対し、えー、e s c では s m r 二世の MR に関しては二から MR グレード2からあ4にかけてをおー MR シビアと定義しています、えー、ここで、えー トラクリップを用いたあ、まあ、総合弁、えー、痴漢術の2つの試験、対照的な結果があ2018年に報告され、えーまあ、クアプト試験においては TMVR を行った方うがあ薬剤治療のみと比べて心不全の入院を抑えるということが報告されましたが、i イ r a f r については TMVR は薬剤とを比較して、まあ、心不全を抑えることができない。 つまり、コアプトでは TMV い有効であったものの、マイトラでは TMV い無効という結果、あ相対する結果が得られ。では、なぜこの違いが得られあ出てしまったのかということに関しては、あコアプトに関しては、LV サイズが、まあ、70ミ、mm、リと小さくて、ERO が41と大きい、LVDV は小さいのに対し、マイトラ FR は、まあ、LV サイズは制限がなかったと。ERO に関しては31と小さく、LVDV も大きい。つまり、 マイトラ FR の方が、まあ、心不全のステージが進んだ末期心不全の患者を対象にしていた、あおよび薬に関してもコアプトは厳格な管理を行っていたのに対して、マイトラ FR というのはお任せしていた部分があって、えー、薬物治療があ十分行われていなかったんじゃないのかということがあ報告されています。でえー、それ以外に EROA と LVED の比についても考えないといけないのではないかということが提唱されていて、 えこちら、ゴリアンの式を用いた計算で、えー、心不全患者で LVX30%、LVDV が220から2 5 0トルで逆流量が50%ある患者というのは、この計算式に入れると、デザリング以上とは無関係に EROA が0.3と予想され、えー、つまりこの位置にある方たちというのは、まあ、LVDV を小さくする薬物治療や、まあ、デバイス治療が有効なんではないかと。えー、さらに LVD と EROA の比を見て、EROA がより大きい方というのは、TMV は聞きやすい。しかし、そうでない、えー、LVDV がかなり大きくなってしまった症例に関しては、まあ、薬物と TMV を比較したあ試験というのがほとんどないため、えー、TMV は聞きにくい,い,い可能性というのがある。で、えー、今回の論文になります。 えー、こちらの目的というのは、ヒフ f クおよび SMR で EROA、LVD 比の違いが TMVR 後の死亡率および天気に及ぶ影響を調査したものです、えー。方法ですが、2008年から2019年までにヨーロッパ8施設で e u ロ SMR 登録され、TMVR を受けた重症 SMR1237 人のうち EROA と LVDV のエコパラメータが評価された1016人を解析しています。 SMR の重症度、新機能、患者の病歴、余命を考慮し、ハードチームで TMVR の適用を検討。TMVR の前には標準的な薬物治療を受けており、まあ、TMVR の薬物変更はそれぞれの担当医に一任しております。評価項目は死亡、TMVR 後の心不全再入院、NIHA、6分間歩行 QOL、n t プロ、BNP や MR グレードを評価して、デバイスに関してはマイト,クラ,マイトラクリップの NT、 NTR、XTR のいずれかを使用しています。えー、まず EROA、えー e、LVD に応じた層別化というものを行っていて、えー、MR、まあ、ドミナント、EROA が LVD に対して大きい方というのがあ、まあ、コ,アはあコアプトはこの位置に当た,たり、URSMR というのはまあその真ん中ぐらい。MITREFR ではむしろ LV ドミナント側に位置している。う ことが分かり、そのユーラシサモさらに MD、MR ドミナントで MD、MRLV コ降ドミナントの MLCD、LD のこの3つに分けています。それぞれの患者背景なんですけど、全症例平均年齢73歳、女性は36%、CRT19%、CR ICM は51%。 ロジック・ユーロスコアは2・ e、は2ジュティニ、エルビー・サンジュゴティ v チ、ロが、1イテンエルビー・ディ・なんですが、エムディ・エムディはエルビー・エルビー・ドミナント、ですがエムエルシーディは何の略なの m エムアルエルー・コドミナントですは何の略なのどっちも同じぐらいってことかこの境界イのところですね。はい、かりました。 はい、で、えー、続きまして、えー、MD の患者さんというのは、まあ、平均年齢が75歳と MLCD、LD よりも大きくて、えー、男性の割合というのは MLCD に多くう、インスリンユーザーは LD に多い。えーえー、AF やフラッターの割合というのは MD で69%多くて、えーまあ、体格に関しては LD で大きい。 GHAR に関して、えー、60以下の症例というのが、まあ、MD で77%とおー MD で多かったです。CRT、ICD に関してはあ主に LD の症例、えー、LV ドミナントの症例が26%、36%とおー比較的多く受けていて、e f c に関しては MD は39.6、MLCD32.6、LD は29.5と、まあ、あ 差質が大きくなるにつれて EF は落ちていく傾向であり、逆に LVDV e に関しては徐々に大きくなる。MD142 で、m l c で2 0 0 LD236 でという結果になっています。また EROA に関しては、MD が最も大きくて0.38平方センチメートル、MLCD は0.19で,でした。 えー、内服薬については TMVR 介入前については、まあ、それぞれ ASRB は6割から7割内服していて MRA は4割データーブロッカーに関しては70から75%アラニーは残念ながら、まあ、数は少なくて2から4%程度おーループ入薬に関しては、まあ、MLCD で8割と比較的多く内服していました、まあ、エコーパラメーター先ほどの患者背景のお 図になりますけど、LVDV は LD で236と最も大きくて、e r ロイは LD で0.19度低く、EF も27.6と低いということが分かります。実、え、際、ー、の MR の改善度についてですが、まあ、MD 群ではまあ92%、MLCD では96%、LD 群では94%が MR が2度以上 低下することができて、ただ、あそれぞれ3つの群を単位児のアリエイドを比較しても優意さはありませんでした。NYHA の変化についてですもお、まあそれぞれベースラインとフォローアップでは、まあ、MD が65%、MLCD では60%、LD は58%が NYH1 から2を計算していま 維持できていましたが、まあ、フォローアップ時のそれぞれ3つの軍艦では NH の変化に関しては差がありません。その他のパラメーターについても、6分間歩行、MD ではそこまで改善は得られなかったところですが、MLCD、LD で優位に改善を得られて、QOL に関しては MD と LD が優位に改善。MD プロ BNP は MD が最も多く改善していました。 えー、死亡率の予測因子を短変量、多変量で解析を行っていますが、ともに残ったものは年齢、インスリンユーザー、BSA、えーま、CKD の患者さん、NYHA4 であること、LVF、MR2 度以上の低下というのが、ま、死亡率の予測因子に残りました。 今回の研究においては EROA と l v d の比というのは全脂肪との関係を見たもの、ROC 株を書いてみると AUC は0.51と相関関係はないということが分かりました。TMUR5 初回心不全入院について調整前は。 MD 群で24%、これは2年間ですが、24%の割合で心不全入院を起こし、MLCD では31%、LD では18%、割合で起こっていましたが、まあ、調整を行うと、LD 群は29%、MLCD が56、MD が44と、LD 群で調整後では心不全入院を抑える傾向にあることが分かりました。 だ2年の死亡率についてですが、調整前については MD が31%、MLCD34%、LD は35%で、調整後比較すると、MD が17%、MLCD18%、LD が23%と、まあ、3軍間で、えー、死亡率に差はないことがわかります。 ディスカッションですが、まあ、ユーロ SMR ではマイトラ FR に比べて l v d v が小さい患者の対象としましたが、コアフトと同等の結果を得られました。またユーロ SMR の1年死亡率は20%でコアフトの19%と同等、マイトラ FR の24%の低かったです。MR の重症度と差し質要付き以外に3つの患者群ではまあ背景が異なり、MD は MLCD より LVF が7%高く、より高齢で女性。 の割合が多く、腎機能障害の割合も多かったです。MR の重症度と差出容積が2年死亡率に与える影響については3群間でははがりませんでした。ユーロ SMR の LD は MD や MLCD と比較して、まあ、調整後の死亡率は高く、マイトライ f r やコアフトの結果と一致していましたが、MD や MLCD と比較し、LD 患者の心理前全再入院が最も低いという結果は今後さらなる評価を追加する必要があります。 LD は NYHA6、uh, 分間歩行、QOL、NT B、n t プロ、BNP の改善が多くの症例で得られており、心臓移植やエルバとか適応度のない症例への対象療法として、あるいは移植への橋渡しとしての選択肢になり得るのではと、人たちは述べていました。まあ、リミテーションですが、まあ、観察研究、非ランダム化対象群なく、まあ、薬物療法のみと TMVR 群でのお比較はできていないこと。 TMVR のプラセボ効果や患者バイアスの除外はできないこと、フォローアップ時の心不全内服薬については不明であることが挙げられます。えー、最後ですが、ユーラ・ SMR では t m v r 後、2年の死亡率というのは MD と MLCD で同 ML 等だが LD ではわずかに高かったです。しかし、すべての症例で、えー、症状と MR の改善を得られ、ただ、コアプトで巻いただけからの血管の違いについては、EROA、LVD 比が中下群、MLCD の 群のさらなる調査が必要とまとめられていました。以上です。はい、ありがとうございました。えー、っと今日はマイトラクリップがまあ聴く患者さんはどういう人たちなのかということをですけれども、えー、っとあの予測の、うん、と直線ですよね。つまり、えー、っと LV が 差質が大きくなってくれば、それに伴って便利拡大で MR が出てくるのは当たり前のことなので、それよりも LV が悪いのか、それとも MR が悪い、悪さをしているのかっていうのを、まあ、ドミナントっていう形でまあ表してくれてるっていうことですよね。で、これまでの見解だと、やっぱり LV ドミナントのマイトライフワールだと、エンドポイントに差は出なかったけれども、 MR ドミナントのコアプトだと、まあ、差が出たんじゃないかという話でしたよね。えー、で今,日今日の発表はユ,ユーロ SMR というのが今回の、えー、とトライアルトライアルです。はい。ですねで、えーと。この人たちというのは、まあ、ちょうどまあ真ん中ぐらいの人たちを入れたということですかはい。なるほど。まあ、そういった人たちの中では、えー、とより えー、LV ドミナントに近い人の方が心不全の再入院は少なかったけれども MR ドミナントに近い人の方が、えー、死亡率は低かったという結果ですかそうです。それ,それどう解釈すればいいのかなそこはちょっとうんこの論文でも書いてはいなかったんですけど、うん、まあ一つとしては、まあ、やはり、えー、LV ドミナントの方たちっていうのはまあ いや心不全により死亡のリスクがかなり高い、要は心、まあ、食の方に適用となるような方たちていうのがあ対象なので心、まあ、クリップをすることで、まあ、心不全を抑えることはできるんだできるんですが、結局は LV に対しての治療というのを介入は行ってないので、まあ、突然死で亡くなってしまうのではないかなとお僕はちょっと解釈しました。うん 心不全は抑えられるけど、突然死してしまう。死因は突然死が多いんですかいや、そこに関してもちょっと今回は、死因についてのお言及はサプリメント見てもちょっとなかったですかね、うんえーと結。結論がよくわからないんだけど、結局、やりましょうなのか、よど何を指標に。 うん、決めればいいのかっていうのがちょっと結論として分かりにくかったんだけどどういう抵抗メッセージは何ですか抵抗メッセージは LVE のミナンと、うん、LVE が大きい方たちに対しても症状緩和としての選択肢とにはなりえますというところですね。心不全入院を抑えることはできました。 マイトラ FR でも、まあ、LV ドミナントの方が多いんですけど、この MRLV ドミナントの方たちということに、うん、の方たちは、まあ、死亡も心不全入院も、まあ、少し LD よりも多かったので、ちょっとその原因っていうのが分からないので、今後、ほかもう一つのお今、オンゴーイングで行っているこのディスパイ・ハートフェーラー2っていうのもあるので、まあ、それを含めて、えーまあ、真ん中の群の解析を行っていきましょうという。 なるほど。ということは、MR ドミナントの人たちっていうのはもう問答無用で、えー、まあ、相互弁に対する介入をした方がいいっていうことですよね。で、はい、えっと、LV、明らかに LV ドミナントの人っていうのは、まあ、ちょっと控えた方がいいっていうことで、まあ、今回わからない、よく分かってないようなグレーゾーンを調べたらっていうこと、まあ、そういう話か。<laughs> なかなか結論はつきにくいと思うんですが、 このグレーゾーンの中でより MR ドミナントに近い人っていうのは、まあ、コアプトと似たようなポピュレーションなわけですけどコアプトの、えー、っとプライマリーエンドポイントは心不全の再入院プラス死亡だったと思うんですがそれに関しても、うん、とここで見るとちょっとなんかこう,うん合わせたらメリットが少なそうだなっていう感じでしたよね。うん ちなみに、えー、とこれマイトロクリップのお話になってますけれども、あんまりこうファンクショナル MR に対するオペっていうのはあんまりしないわけですが、えー、とこれオペしても同じような結果になるんですかつまり MR ドミナントの人と LV ドミナントの人っていうのは、オペでも同じようなことになるんですかねあ、すみません。ちょっとそこに関してはちょっと調べられてないです。オペをしたらっていうことですよね。うん まあもちろん非常に低心習なので、まあ、すごく心不全が悪い人っていうのも、えー、このマイトアクリップの治療っていうのは非常に有用であるってことは、まあ、言えるとは思うんですけれどもね。はい、えー、とどういかがでしょうか。なかなかやっぱりストラクチャーみんなやってないので、そのストラクチャーの回ってコメントがしづらいですよね。はい、高田先生、どうぞ。 ありがとうございました。あの、a、21番ですかね。AUC がなんか EROA と LVDV の例縮が全く無関係だったっていうので、なんかこれかなり意外だったんですけど、ね、そうですねそういうさっきの、まあ、いつも出されているコ o a p とマイトラ a f r のその直線のやつを、まあ、なんていうか AUC に置き換えたっていうイメージなのかなと思ってたんですけど、これは今回のトライアルの人でやった、えっと、AUC ROC というのは今回のところ、ユーロ SMR の結果を用いて、えー、描いたものですね。あつまり、そうですね、この中間群の人たちを用いて、えーまあ、AUC を描いてみたら、あまあ、有差はなかったっていうあ。そうなんだ わかりました。ちょっとこの,この結果を見ると、なんか何とも指標が、うん、<laughs> できないのかなと。う指標は確かにないですね。ありがとうございます。すみません。うん、はい。えー、南先生、どうぞ。あ、すみません。あの、ちょっと患者背景見してほしいんですが、よろしいですか。はい。これはあの、まあちょっと、その3群に分けられて、 ではいると思うんですけど、いわゆるその心不全治療薬の部分っていうのは、どんな感じなんですかああ、うんうん、治療薬のお話。治療薬のお話はこれですね。そうかはい。ス、うん、ア0ビ0はまあ6割か七7割ぐらい飲まれていて、ベータが7割ぐらい。入薬もまあ70から80%は飲んでいるっていうところです。うん、あ,ありがとうございます。 ただ、この後、T、あと、のー、M 弁の介入した後の薬についてが分からないので、まあ、減量されたのか、ワイルドではこう増やされているのかというところについてのおぎ、あのー、議論は、うん、ちょっとこの論文からではできないです。ありがとうございます。なんか、やっぱり LV ドミナントって,っても結局、なんでしょうその、リモデリングとか来て、 それで結構用語も変わってくるんじゃないかなっていうふうなところっていうのは結構いつも思ってて、うん。それでもやっぱり LV ドミナントの方って結局もう薬入れてもリモデリングももうあまり期待できないような方たちの集まりなんですかね。ちょっと普段あまりマイトランの症例見ないので、うん。ただこれを見るとね、やっぱりアーニーの処方率が極めて少ない、うん、ということはあるので。 まあ、なかなかちょっと時代的な背景もあるのかもしれませんけれども、まあ、ちょっと AS、ARB に頼りすぎかなっていうところはありますかそうですね。で、ちょっとまあこれを、まあ、あのジュー先生ご指摘のように、アラニが少ないということも思ってて、LV ドミナントの、心不ニ入院になっちゃうんですけど、LV ドミナントの方で、例えば、まあ、MR、TM ぐらいやって、まあ、ストロークボリュームを得られることで、まあ、血圧が上がってアラニを入れることで、さらにリバースリーモデリングを。 進めることができれば、心不全入院だけじゃなくても死亡に関しても、もしかしたらあー減らすことができるんじゃないのかなということはあ感じました。今回のスタディーポピュレーションの詳細がなかったのでわからないんですが、1000人の患者さんが入っているんですか ?1016 0 0人ですね。エコパラメーターで評価された、うん、1016人。それをその3群に分ける えっと、指標っていうのがちょっとわからないんだけど、どうやって分けたんですか、三群に。これ、三群に分けたのは、EROA と LVED 比を取って分けてます。あこれか。これです。で、0.165以上であれば MD。0.165っていうのはどうやって出したんですかこれが、その、この比ですね。ここの比のところを、おあ、すみません。 この比をどうやって出したかっていうの、ちょっと記載がなかったですね。この値はどこから来てるんですかね。記載がないことはないんじゃない<れ>うん。まあ、とにかく、よりこのグレーゾーンの中で緑に近いか、えー、赤に近いか、それとも真ん中かっていうような仕様が、えー、EROA と LVEDV の比というのと、えー、っと、なんだこれは。 LVEDV のこの2つのパラメータで決めてるっていうことですね。はい。のかなの,のかなあ違うか。えー、っとこんん、難しいね。川本先生、どうぞ。ありがとうございます。あの、これ、当初、その、マイトラ FR とコアプトの試験から、こういったところにっていうことで、前置き聞いたんですけれども、でもこの、そもそも今回の、えっ、ー、と、ユーロ SMR のマイトラクイプの適用自体はマイ、 マイトライ FR とコアプトとっていう、まあその適用基準ですね、先ほど畑先生がおっしゃったアメリカとユーロで違うとかそういったところあったと思うんですけれども、マイトライ FR とは適用基準とかは揃えてあるって解釈でいいですか適用基準に関してはマイトラ FR の方と同じですね、ヨーロッパのそういうことですよね。はい。それであればはい、はいあ、ありがとうございます。それであれこの LD 軍で結局その新請再入院を抑えられたっていうのは多分当初の 記者たちの予想とは少し異なる形になるっていう印象でよろしいですかね。そうですよね。これって逆に記者たちはこの再入院率を抑えたことって何かこう考察とかって示されてあったでしょうか再、えー、入院を抑えた考察に関しては、まあ、LD 軍ではあのストロークボリュームを減らすことが一つの要因になったのではないかということは書かれていたんですが、はい、MDMDCD でそこまで下がってなかったということについては、 あまあ、原因がちょっと分かっていないというところです、うん。ありがとうございます。あ、ジすみません、さっきの,あのこの比についてなんですけど、うん、で単純に比で分けてるんでね。比で分けてて、それがあの、まあ、この元,元論文となったものが分けているので、それを使っているということです。 ううんま、うん、あそうなんだけどその日,日の日の値 <laughs> そこそこまでも読めてなかったです零点一もがみじですそのさっきのやつはいえっと0.165っついうのと0一1 5っていう二つのカットオフで、えー、このグレーの中を三つに分けてんのかなまあ必ずしもグレーの中にいる人たちだけじゃないとは思うけれどもっていうことですよね あっていうかそのグレーの人たちとグリーンの人たちと赤い人たちが入ってるってことか。で、だからこの、えー、と日を見ると、このグレーのところの上端と下端での比率っていうのがこれなのかなはい。っていうことですかね。ごめんなさい。えー、とそうなると、これもともとの募集団は何,何ですかえっ、ー、と、まあ普通にやってみて、それを分けてみたっていうこともともとがそうです、ね。ユーロ SMR に登録された症例たちを そのユーロ SMR っていうのは何ですかちょっとそこがもう全然わからないんだけどああの。いや、ヨーロッパ施設であの TMV は行われた。要は。だからあの、あのー、普通にマイトラクリップやった人1000人ってことですね。はい。うんはい、わかりました。やっぱりメソッドのところ、もうちょっとわかりやすく言ってくれないと、<あ>そもそもがだ誰のやったかわからない。白谷先生。あすいません。はい、あのちょっと確認というか、あのすいません。 もうお勧めされてるかもしれないですがこれってあのー、マイトラクリップをやった人とやんなかった人を比較したトライアルではないんですよね違うよね違いますああごめんなさいあのー、<laughs> すいませんそうすると今回その LD の人たちに対してマイトラクリップをやったら心不全入院が再抑制できたっていうデータ たにななってるんですかねなんかそこちょっと気にな,なそこそこがですね外あの薬との比較ができていないのでただあの他のアスイングなので md の軍たちと比較してみるとまあ割合は少なかったっていうことだけしか言えないですわかりました <laughs> あとあの そうですじゃあちょっとまあ単純にそのどの人たちにやったらいいってところまではちょっと言えないのかなっていう感じですかその。そうですね、この論文からでは結局はそこまでできない。あとあの、コアプトとマイトドラの違いが、ベーシックドラッグの入り方の違いだったんじゃないかって議論って確かあった気がする,すある、ね、そこらへんがその今回は結構一律だったから、あの、比較的 LD もその再入院が少なかったっていう考察はできますか。う 結局は MVR を行った後の単院時、それ以降の薬っていうのがわからないので、そこに関しても言及っていうのはできないとは思いますもともと入ってるやつ、確か、はい、前からとコアプトも比較してたと思うんで、ではなく前、はい、まあ前だけで言えばそうかもしれないですけど、その結局コアプトはその後に関してもお管理はしているので、 なので、まあ、今回のことではう、実際どうなのかなっていうのはちょっと思ってしまうところがあります。わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。えっ、ー、と、今日はですね、えっ、ー、と、まあ、なんていうか、追加でやったレジストリ研究なんですかね。レジストリです,レジストリですね、今回は。はい。 登録、うん、研究の中で、えーと、聞く人と聞かない人っていうのを、えーまあ、検証してみたということですよね。あのラインのに沿って緑とグレーと赤で検証してみたら、えーと、心不全入院、再入院と死亡で少し異なる結果が出ましたということと、背景は少し違いましたという話ですね。でうん、やっぱり、まあ、どの人たちに聞きやすいかとかっていうことと、 うんどういうふうに管理したらいいのかっていうようなことはまだまだ全然分か,って分からないということなのでうんもう少し慎重な議論がっていうか追加のデータが必要なのかなっていうのは思うとともにですねやっぱり、えー、んリモデリングが進んでしまうとどうしても便だけ直しても意味がないっていうふうにはなってしまうと思うので。 あのなるべくお薬はしっかり入れて、早い段階で介入していくっていうことが、まあ、言っても大事かなというふうには思います。ということで、今日もコロナに気をつけていってらっしゃい。